サナギツさん入られまーす。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。使ってる人たちの愛とかを感じて、あやっぱいいものを使った方がいいんだなっていうことを実感してもらって、はい、最後処理を持っていっていうのが、はい、あの、大きな役割と。はい。よーい、スタート

ありがとうございますすごく素敵なこういうなんか空間で撮影しましてなんか僕も普段よりちょっとこう爽やかにちょっと大人っぽくというか穏やかになれたのかなと思って優しさあふれるというかなんかそういうような表情にこだわって。 この商品のなんかぬくもりとかなんか温かみが伝わればいいなと思って一生懸命あの、演技しましたティッシュの柔らかさそして僕の柔らかさからそこら辺のリンクしてるところが自分のことで自分で柔らかいって言ってるのもちょっと照れくさいですけどね <laughs> あのねなんかあの素敵な お衣装も着せてていいただいて、うん、ふわっとした柔らかさみたいなところをあのなんか皆さんに注目してもらえると嬉しいかなと思ってます普段身につけるものとか素材にこだわってますかねデニムもやっぱ100%コットンだったりとかしてこう直にね肌に触れるものとか 長時間こう一緒に過ごすものはやっぱりすごい大事なので素材にこだわってますかねあの昨日食べた大根しらすがいいものだったんじゃないかなと思って <laughs> あの昨日ちょっと外で食事したんですけどあのしらすと大根だけだったんですけど それがなんか非常に美味しく感じて、意外とやっぱ素材なんですかね。なんか、他の料理も美味しかったんですけど、大根としらすだけっていう <laughs>、その素材感が良かったですかね。それがいいもんでしたね。やっぱりね、体やっぱ作るものは大事なので、なるだけ、うん、自然なものというか、うん、バランス考えて、 食事するように心がけてますかね。運動とかはなんか欠かさずで早寝早起き世の中誘惑いっぱいあるじゃないですかそれにちょっとね罠にはまらないようにね夜更かししちゃうんでやっぱりねテレビつけてたりとか楽しいこといっぱいあるけどなるだけ 楽しいことは自分でこうしっかりとルールを守って早く起きて早く寝てみたいなだからその積み重ねがなんか自分を作っていくんじゃないかなと思ってそこにやっぱりエリエルがあると健やかに幸せになれるんじゃないかなと思ってます笑顔をやっぱ忘れずに マスクをしててもなんかこう表情ってわかると思うんですよなんか本当表情をちょっとこう前向きになるっつうかそういうとこあるんで僕はマスクしてても笑ってますうんでもたまに目が笑ってないんでく君って言われるんだけど<笑>,笑ってるんですけどね真剣に生きてるかもしれないですね笑いながら真剣に生きてるっつう ものが結構好きなんですよ、うん、ギターとか,だから自分の好きな趣味を探すっていうのはすごくなんか人生の幸福感を上げるような気がして自分の趣味とかそういうのを伸ばしていくとなんかより良い人生になるんじゃないかなと思います僕は愛犬のフレンチ・ブルドッグが一緒にこう 生きてる生活してるんですけどその中でなんていうのかなワンちゃんってこう達観してるっていうかたまになんか神様なんじゃないかなって思う時があってずっとなんか僕のことをお仕事今日みたいな時にこうずっと玄関で待ってることとかたまにあってたまになんか長い時間お留守番すると。 なんかすごい純粋に待ってくれてたりする黒いなん,かなんかビー玉のような瞳を見るとすごい愛を感じて守ってあげたいなって思うんですよね僕たちが毎日何度も肌に触れるものその肌触りがいいと優しい気持ちが暮らしにあふれていきます「エリエール」を選ぶことって自分や家族の一日一日を愛することなんだな うん、なんかちょっと嬉しい毎日のことやっぱりいいものをエリエールその優しさをマスクにも